新型コロナウイルスによる外国人の入国制限緩和が進められているタイに、入国が認められた日本人およそ120人を乗せた特別便が到着しました。昨日午後にタイに到着した特別便には、帰国したタイ人のほか、日本人の企業の駐在員らおよそ120人が乗っていました。これまでは入国が認められた日本人には、タイ人の帰国便の席の一部が割り当てられていましたが、100人を超える規模で特別便を使っての日本人の入国は初めてです。タイに入国した人は政府の指定する施設でおよそ2週間の隔離検疫が義務付けられています。空港から出た人は直接車に乗り込んで施設へと向かいます。タイで働く日本人などを対象とした特別便は今後も続く予定です。